ヌクスは、ウズベキスタンの都市。同国西部の自治共和国である、カラカルパクスタン共和国の首都でもある。人口は2004年推計で約26万人であり、カラカルパクスタンでは最大の都市。また、ウズベキスタン全土の中でも5番目の人口を抱える。アムダリア側がヌクス西部を流れている。ヌクス空港がタシュケントやモスクワとを結んでいる。ソビエト連邦内で、 カラカルパクソビエト社会主義自治共和国が成立した1932年を境に、それまで小さな集落に過ぎなかったヌクスは、その首都として急速に発展を遂げることとなる。市内にはソビエト式の大通りや公共住宅が建設され、近代化が進められたが、その一方で科学兵器の研究、実験を進めた科学研究所が赤軍の手により建設されていた。 その原因の一つは、ヌクスが他の都市から離れた場所に位置する小都市であったことが挙げられる。ヌクスには、ヌクス美術館と共和国国立博物館がある。博物館には、遺産や埋蔵物、伝統的な宝飾品、衣装、楽器、または絶滅、または危機にさらされている、この地域の動植物標本、アラルカイ周辺問題についての展示などがある。 美術館には1918年から1935年以降の近現代、ロシア及びウズベキスタン芸術が収蔵されている。この時期、ヨシフ・スターリンは、ロシア民族以外の芸術を滅亡させようとし、ほとんどの芸術家の多くをグラグへ送置したが、キエフ出身のイゴールサビツキーが収集した彼らの作品はヌクスが遠隔地であったため難を逃れた。 ぬくすにはまた国際連合児童基金が資金提供している。英語教育施設であるプログレスセンターがあり、キューコムソモールコードを使用している。欠片の気候区分では砂漠気候である。冬季は寒冷であり、雨や雪が比較的よく降るもののまとまった量とはならない。一方夏季は高温であり、日中はほとんど毎日摂取35度を超えるほどである。 火器は乾燥しており香水はほとんど見られない。ソビエト連邦の崩壊後、アラル海の縮小で砂漠化や害虫問題が深刻化し、ヌクスは環境汚染が深刻化している地域の一つとなっている。循環器官連の病気や癌、遺伝子疾患などの確率が比較的高くなっている。トム・ビサル、チェーシング・ザ・シー、パンテオン。 ISBN 0375421300, P3203324,Visar, Chasing the Sea, p 3 2 5 3 2 6クライメ a トデー a フ a ーニュ New h t t p m e t e o u g プラス2015年11月19日閲覧。ありがとうございます。